おはようございます、市会議員の山下哲也です。朝の野津田公園に来ております。やはり大変まだ人が少ないので、まあ、中で走っている人とか、スケボーをやられている方とかいらっしゃいますね。先ほどご高齢の方がいらっしゃったので、ベンチに座っておられましたので、お話を伺いましたけれども、やはりこの広くて、歩ける空間、車も来なくて、そういった状況がすごくいいということで来られているそうです。ただ今工事中なので、やっぱりこうぐるっと回れるところがあると湧きやすいんだけれどもということで、今工事中のところを通られたりしたと思うんですけれども、そういった意味では、この野津田公園もまだまだ魅力を高めていくには、そういったさらに大きなこう周回コースのようなものを作っていくと、いいんではないかというふうに感じました。大変晴れておりますので気持ちよく今日は走ることができます。